はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンローゾーです。そして宮本です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう笑っちゃってるけど、なんで笑うんですか。ちょ、まあ、なんで笑うんですか。一応言うけど、今は大晦日のあれよ、10時18分ですね。はい、そう、で、まあ、まさにさっき、振り返りガチャを引いた直後です。そう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 、はい、まあ、こういう風に撮れるようにこの時間に設定したわけですよ。そうなんですよ。で、わざわざね、明日皆さん、はい、夜生放送あるしさ、はいはい、ちょっとみんなが寝る前に撮ろうよみたいなね、ことは、はいはいはい、そっちの方がね、はい、体にも優しいんで。そうそうね、そう、まあまあ、でもまあ従いまして、まあ、一応我々もちょっと粘ったんですけど、はい、粘ったんですよ。ちょっと残念ながら対策さんはお休みになられておるということで、はい、はい、逆に心配です。現時点でね、はい、現時点ではね、はい、これなんかもし桜井さんが3時4時とか変な時間に起きたら、はい、俺と桜井さんだけで集まって、はい、撮ってガッチャンコしますね、はい、ガッチャンコ、それが動画の後半にあるかどうかはね、はい、まあ見ればわかる、はい、この時点ではちょっと不明と。そうね、はい、ということで、はい、オールスター感謝ガチャ大晦日限定ということで2回引けますね。はい、で1回目で、星5、6が2体確定と。で、2回目で、星5、6が3体確定。つまり、2回引けば5体確定と。そうですね。いうガチャになっておりまして、限定キャラが、はい、ちなみに2回目だと限定キャラが1体確定と。はい、そうです。いうことになっております。はい。限定キャラ確定、熱いっすね。熱いですね。うん、はい。ということで、まあ、じゃあもう早速行く。じゃあ、宮坊か。はい。行くか。じゃあ、僕から行きます。はい。まあまあまあ、まあ、ガチャの狙いは言ってる通り、5件シリーズと、うん、ラプラスです。僕は、はい。はい。そこら辺を引かせていただきます。じゃあ、大晦日ガチャ行きます。はい。ちなみに俺は、嫁の実家にいます。はい。ありがとうございます。振り返りを見てない人はどこやねんって思ってると思うから一応言うけど、嫁の実家です。あんま声張れないと。はい。まあもともとね、落ち着いたタイプだから、馬場さん。生活感半端ないの。もともとそんな規制を発するタイプじゃないですよ、うん、はい。じゃあいきます。おお、みそかガチャ。まあ、止まりはしないでしょ。止まる。あ、でも限定だから、限定いるから全然、そのラプラスとか、うん、その辺が来てくれたら止まります。止まるか。だから止まった時点でめっちゃいいのがです。言ってやってたね。まあ、じゃあ結構その二角のところが、はい、あ、なんかもう行ったれてる。誰だ、剣心。剣心っぽいよね。止まんなかったか。止まんなかったか。剣心ですね。お、はい、カモエル出てる。カモエル。カモエル出てる。待って、右のやつ誰。右のやつは、わあ、なんだったっけ、エアでめっちゃ使ったんだけど、オスカーだ。オスカー。ああ、ははは、なるほど。まず120解放されてんのか。ありがてえ。はい。で、カモエル2体目だったんで、俺。ああ、よかったね、じゃあ。実は。めっちゃ熱い。伸びしろ残しだからね、カモエル、ね。いや、来年あるでしょ、カモエル。ガチで。うんうん、まあ、でも、この感じであるあるっつってて、モンタナまだ来てねえから。まあ、モンタナの人はね。うん。はい、ということで、じゃあ、オールスター感謝ガチャ大晦日編、第2回目。はい、はい、限定確定。はい、星6キャラ3体確定で、うん、プラス、挑戦系解放されてるやつも来ると。へぇ、すご。すごいよね、これ。いいね。うん、じゃあいきます。はい。頑張れ。頼む！限定熱いよ。頼むして、いい思いさせてくれ。まあ今、カマエルもいい思いだったけど、さらに、ちょ、上を。おっ、なんだ、なんかいる。ちょ、見えない、ここだと。おっ、ビナー、ビナー出てない。ビナー、真ん中。あっ、誰、ブリューナク、ハーメルン、ビナー、ザドキエル。ああ。限定いただきました。限定いいじゃん。素晴らしい。はいはいはい。ブリューナク、うん、ハーメルが挑戦権解放されてんだ。なるほどね。ちょ、待って。ハーメル、ちょっと、十字架界近そうだから、ちょっと、本当に話したけど。
確かに。ちょっと本当になんだけど。でも、ビナは出たよ、ビナー。ねえ。ビナは。ビナーと、はい、ザドキ。ザドキもね。ザドキもだって、そう、構える列だから、伸びしろでしょ。伸びしろある。いや、でもいいっすね、この物量がやっぱり。そうだね。ガチャガチャ。なかなかないからね。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次は、私が引きたいと思います。はい。さあ、じゃあ続いては私が引いていきたいと思います。頑張れ。はい。お願いします。今年最後のガチャですよ。そうだね。どうせよ。持ってないやつが出てほしいですね。はい。おばあさんはいっぱいいたんだよ、持ってないけど。はい。そう、だから止まってほしいよね。いっぱい止まってほしいよ、マジで。いや、ありますよ、でも今回。5体は出るんだから。そうだよね。じゃあちょっといきますよ。まずは、10連。連。ワクワクするね。ガチャ楽しい。もっと騒いでもいいっすよ。もっと騒いでもいいっすよ。騒いでね、めっちゃもうゴリゴリになってるからもう。もう一回落ちたら大変なことになるから、マジで。オンギャーオンギャーオンギャー待ってくれよ。おっと、おっと、途中止まった。おいおい。熱い。ん？あ、あのなんかあれだわ。スターダストのおじいちゃん。はい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 。おめでとう。ああ頼ませた。頼ませた。後で見よう。ベテルギウスみたいなやつ。あ、ベテルギウスだ。ベテルギウス、そうっす。ワープ、未属セキラ。うん。頑張れ。お、止まった。お誰？あ、大元気。おー、元気。出たよ、こいつ。今年のキャラだよね。今年のキャラっす。お元気、うん。出ました、出ました。当該と同じ列なんでね。当該と同じ列っす。はい、おお、普通に来たね。あ、さっきってちょっと言っちゃったけど。え、なんすかそれ。見えない。反射して。あ、ひなた。え、挑戦系ひなた熱いじゃないですか。確かにね。挑戦系ですよ。超スピードだね。超スピード熱いわ。めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。はい、これでケセドをボコボコにしに行きたいと思います。はい、頑張ってください。はい、じゃあ行きますか。はい。2回目。2回目。はい。はい、いや挑戦期やっぱ熱いっすね。はい。ありがたい。結構ね、いい感じに星玉調整になってるって、来年のガチャ引くのも楽しみ。ですね。はい、素晴らしい。できます。これは限定1体確定だからね。限定1体確定の挑戦期も送るんで、うん。熱いっすね。あちち。じゃあ途中で止まってほしい、やっぱり。いきます。今年最後のガチャ、頼む。最後ですよ。確定にすごい。はい、okay。さあ。いや、でも、3は確定してるありがたみ。そうだね。ストレートかな？ストレートで行くが、お、止まった。止まった。ウォッカか。ウォッカ持ってなかったんだ。ウォッカ持ってなかったんだ。持ってない。あ、やったじゃないですか。そうだね。しかも挑戦系の可能性。じゃあ挑戦系じゃないですか、それ。超砲撃ウォッカじゃないですか。いいじゃん。いいじゃないですか。超砲撃ウォッカ。止まったよ。ここは限定か？え、何？誰？見えない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 。あ、ソロモンだ。ソロモンだ。ソロモンって持ってなかったのか、ババさん。え、持ってない持ってない。熱い熱い熱い。ソロモン、ソロモン。危ねえ。おめ。よかった。ソロモンや。ソロモン。しかも、なんならね、もう、結構、なんか、重心化近いかもしれないからね。いや、来年重心化っすよ、もう、この流れは。いや、この流れそうでしょ。まあまあ。はい。マナしちゃったんだから。いただきました。おはようございます。いやー、はい、いやよかった。え、めっちゃ熱い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 。はい。あ、なんか途中で何気に出てたんだ。え、あれか。ジュリエットでした。ジュリエットとあとステラポリスアリナだっけ。そうそうそう。ステラポリス、ステラアリナ。そう。うん。はい。ありがとうございます。おめでとう。はい。はい。いや、発言多くていいっすね。そうだね。やっぱ楽しいね。確定するとね。うん。うん、はい。熱い熱い。ということで、以上ですかね。はい。はい、いいですかね。ということで、まあ、我々の動画としては、森田君の動画としては、のモンストの動画としては最後と。うん、はい。ということでね。2020年ラストですね。はい、これあれかな？ありがとうございました。本当のファミ通訳的には、うん、確か、バサラさんが自宅からモンハンの配信するはずなんだ。
いやだから一応なんかそれであるんだなと思ってモンストのって一応言い直したから、そこ怖くなっちゃった。そうかそうか、そうか、サラさん自宅でやるって言ってた。そうそう。なので、はい。いやもちろんバサラさんのやつもお楽しみにっていうところはある。雑雑知らない方はね、すいません。はい。はい。ということで、2020年も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。宮本さんも何かありますか？いや、ほんと、2020年は、ずっと家にいましたね。うん、このシステムで今、モンストの動画撮ってるのが、まだ正直不思議でしかないよ。不思議だよね。いや、まあ、慣れないっすよね。正直。慣れないね。やっぱ会って動画撮った方が楽しいし、うん、そのみんなのさ、あの温度感がわかんないからさ。うん、そうね。だいぶ感じられるようになってきましたけど、まあ環境がいろいろ変わりましたけど、いろいろ動画撮れてよかったです。ありがとうございました。そうだね。はい、まあこういうご時世ならではの動画というのが、まあ2020年は、生まれたという感じ。大概そうっすもんね。そうだね、うんうん。はい。ということで、まあ今年もね、たくさん動画見ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。2021年もね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。良いお年を。良いお年を。はい、ということで、はい、やっぱり締めはこの男ということで。いや、もう、締まらんからな、やっぱり。コラボじゃねえ。なんだこれ、コラボじゃねえ。コラボにさせられて。小川さとしコラボさせられて。なんかこの手法好きなんですよ。何回か前から、ほら、なんか良くない？一回。あの、ね、アベンジャーズの一回スタッフロール終わった後にまたやるやつ。いや、俺も結構好きっすね。よく言えば。俺結構好きっすね。はい。ということで、はい、俺も弾いていくんですけど、はい。変な感じで星玉が溜まっちゃうんだよなっていうのがちょっと嫌な点です。あ、そうなんだ。あ、まあ、新年にね、残しておきたいけど、今、出まくればいいんですよ。ね、そうだ、出まくればいいんだ。そうそう。じゃあ、弾いていくよ。はい。2回弾けますから。はい。桜井さん、あ、この、あ、いいや。ちょっと待ってね。1回弾くわ、じゃあ。はい。あんま見えないね。おっ。どうだ。さあ、挑戦権が何かも気になる。頑張れ。うん。頑張れ、頑張れ。止まれ。もう止まれ。止まるか。止まれ。止まれ。止まれ。あ、あぬかな。あ、止まった。止まった、止まった。最後。止まってる。すげえ。うる。あれ、こいつ持ってる気がするな、俺。うるる、うる、うる。ルービス？ルービスはガシャで出ない。あ、そう。あ、違うか。違う気がする。ちょっと見るわ。見えない見えない。ウルズ、ウルズ、ウルズ。あ、ウルズ。あ、ウルズか。あれ、ウルズ俺持ってた気すんな。またこれもあれじゃない？神化、神化神化のあれか。あ、やっぱ取得済みって書いてる。持ってるわ。あー、じゃあ、神化神化の演出のやつや。そうだね、発令確定じゃないから。いや、そう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 。うん、ちょ、多分確か持ってる。ちょ、気になるんで、見ていいっすか。うん。あとは。発言確定だとね、もう別に進化とか神化とかさせなくても出ないんだけど。うん、最後何でした？最後がウルズ。で、あと、ウリエル。うん、あ、最後ウルズです。ウリエル。あ、ウリエルだったのか。ウリエル。ウリエルと、あと、道中で、アヌ。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 はい。ウリエルだったのか。挑戦系、あれ、ウルズって挑戦系触れないですもんね、だって。そうだね。獣神化してないんだよね。リアルだったのか。ちょっとこれ、まあ、もう見てない人多いって、いう、うん、信じてあれなんですけど、俺、うって打ったら、うん、予測変換の一番最初が、うんちだった。言わねえよ。言ったねえよ。うんちいつ打ったんだ。あ、うんち。ウルズ。全然持ってるわ、これ。めっちゃ持ってる。まあ、ウルズも、スペックはあるから、ほんと重心化待機って感じだけどね。そうだね。うん。ブロック持ってて。うん。弱点キラーっすもんね。アルカディアとか使ってたやつでしょ？そう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 。結構期待のキャラっすけどね。ね。うん。楽しみだ。
中心化が、うん、じゃあこれ2回目引かないっていう手もあるんじゃない逆に、あります2回目でも限定確定してんだよあるけど限定確定してるプラス挑戦権もあるっていう。そうだよ、だから剣シリーズに出る可能性がある、あの大事なガチャではある。あの、あと5で星玉とますよ、5で。5か。5だから、まあ2体、3体出さなきゃいけないのか。ちょっと一旦考えたいから、あの、一旦考えたいから、あ、じゃあ、あの、馬場さんさ、さっきちょっと言いかけたんだけど、桜井さん起きるかもしれないから電話してよ。うん、今。あ、今電話します。今電話します。今電話しましょう。確かに大事ですね、トライは。そう。トライしないと。そう。トライする。その間に考えるから。トライお願いします。これどうしようかな。いや、実際悩みますよね。悩むよ、これ。まあでも、俺は引いちゃいますけどね。クリスマス引くっていう。俺も引くかな。逆に。クリスマス引くっていう。それなんすか。だいぶ星玉を信頼してるムーブだよ。うん、星玉なんか全然信用できないっすよ、あいつ。うん、俺もそこまで信用してない。あいつ信用できないっす。え、出ない？出ない。出ない。出ないね。出ない。残念。さあ。じゃあ、引くわ。で、ど彼は諦めよう。うん、引く。まあ、限定に抜きする可能性もあるから、星玉で。確かに。はい、引きまーす。はい。なんだ、桜井さん。楽しいなぁ。今年最後なのに。よし。出ろ。止まれ。はい、止まらない。バカ。うわー、ノンストップ。でも5体出てる、5体出てる。5体出てる。星玉これギリ溜まっちゃったね。ギリギリ溜まった。溜まっちゃったの。うん、ぴったり。マジか。あの、限定はサンダルフォンだったね。ああ。うん。まあ。サンダルフォン、面白い。オスカー、オスカー。オスカーはね。またオスカー。ソーヒー。ああ、ほうほうほう。ソーヒーは、あの、長距離ブレスのやつですね、ホーギー。はい、はい。大谷義継。あ、大谷さん。ああ。あと、ドン・キホーテが出ました。おお、ほうほうほう。うん。引かなきゃよかったな。あ、星玉も溜まってる。溜まっちゃったよ。星玉行くよ、じゃあ。星玉お願いします。まあ、確定室とかあれば、限定だし。めっちゃ危険じゃん。くっそー。ああ、一回だね。一回だけ。あ、ったな。わ。お、見たことないぞ。え、持ってっかな、俺これ。ケラウノスだ。ケラウノス。ケラウノス。ああ、はいはい。どうだったっけな。持ってるな。持ってる。ケラウノスね。持ってるわ。はい。そんなに。よくなかったな。ってことで。テンション。雑言。最後の動画だ。よいお年を。よいお年を。